はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属二段の飛田咲です。で、今回はね、また乃木常の方で実況していくのですが、三々をね、また打ってみたいと思います。まあ初手に三々打つとそれなりに有力なんじゃないかってことで、まあ以前一度やったんですが、まあ引き続き今回もねやってみたいと思いますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。対戦開始。始めます。はい、待ちしました。よろしくお願いします。今回白番で打っていきたいと思います。はい、というわけでね、まぁ、ちょっと白を持っているわけなのですが、まぁ、またね、三々をちょっと今回は打ってみたいと思います。三々の、まぁ、両三々でね、ちょっと白番で、はい、まぁ、ちょっとまぁ最近ね流行ってきているので、まあ、また引き続きね、ちょっと以前も三々を2回打ったことがあるんですけど、打ってみたいと思います。まあ、これ中国流ですね。はい、まあ、中国流に対してね、まあ、いろんな打ち方がありますが、このかかりがすごく多いですね。で、一見に受けられると一番多い、はい、形になります。で、まあまあちょっと前までこの瞬間に三々に入るような手がすごく流行していたんですけれども、まあそうですね、入ってもいいんですけど、まあ、ちょっと最近ね、私の陣のね、ちょっと取りすぎでなんか形勢を変えて損ねてしまうっていう碁がちょっと自分の中で増えてきているので、まあ、今回はちょっとなんだろう、意識を変えて、そんなにこう地をね稼ぐというよりも大きくまとめていくような碁を打っていくイメージでいきたいなと思います。入ってこられましたね。まあ、ここは一応白としてはここに一つ構えているので、こっち方面で何か対応していきたいなって思うので、まあ、桂馬か大ゲーマで受けたいなって感じがしますね。大ゲーマでいきましょうかね。どっちも考えられるところでした。多分一間飛び、あるいはつけてこういうのように打ってこう開くような打ち方もあるし、まあ、一間飛びはしかしちょっと考えづらいですかね。一間飛びもありえると思ったんですけど、下付けは予想になかったんですけどね。なるほど、なんかこれこっちから押さえたくなっちゃいますね。まあこっちから押さえると引いてつないでっていうことで、多分これが置いての方の注文だと思うので、なんかとりあえず、まあ、ここに打つとね、この石もちょっと心細くなっちゃうような可能性があるんですけど、でもやっぱりこの石とのつながりを断っていって、お相手の方の注文を外したいなっていうような少し思いでここに打ちました。はい、いやいや工夫の一手で、どんか難しいですね。面白い展開になってきましたね。これね、切って下がってこう押さえ込むような手があればかなり厳しいと思うんですね。つなぎにはつないでこられる。いやでもこれいけるかな。ここにちょうど待ち伏せしてくれてるので、ここまで押さえ込んで、これに対しては伸びて、切りには伸びて、まあ、攻め合いになるんですけれども、ちょっとこれとの距離が遠いので、まあ要するに曲げに対してこうやりますよね。で、ハイに対してではまあまあ押さえるしかないですね。ないですね。なんか怖くなってきたけども、まあこれにはこうやるしかないですね。シチョウが当ててつないで、次に黒にここに打たれるとシチョウが悪いので、これも対応するしかないですね。なんか引っかかっちゃったかな、うんうん、ちょっとしょうがないですね。でもこれは受けざるを、どっちで受けるんでしょう。まあまあこっちですかね。まあ、こう跳ねて白が曲げた時に、まあ、黒がここに伸びてこられたらここに跳ねていて、攻め合いは白が一手勝ちなんですよ。まあ、こう曲げて伸びてここに打って、黒を抑えにはこれですぐに当たりにできますからね。怖いのはここで二段バネするような手があると怖いんですけど、一応まあないってことでね、伸びられたので少しホッとしています。はい、まあ、一応これには、まあ、うん、一発ハイを打つかどうかなんですけど、うん、まあ、これを押さえられちゃうの、まあ、一発打っときますかね。少しでも目を取りたいっていう意味ですね。で、まあ、押さえに対して今度下跳ねてっていう展開が予想されます。まあ、一応白としてはここを取れたので、うん、部分的には文句が言えない形になったかなとは思っていますね。これ次パーンと頭叩かれると結構形崩されてしまって嫌なので、伸びたい形ですね。で、押さえて、まあ、これに受けといてっていう別れですね。で、まあ、黒がここ2手で白が3手なので、攻め合いは1手勝ってますよと。で、まあ、なおかつこのお相手の方のこの
目をね少し狙っているんですけれども、まあ、この手は工夫した手ですね。形を整えようってことなんですが、一歩間違えるとこっちが傷んじゃうような恐れもあるので、少しタイミング的には怖い意味はあるのですが、気合の一手だと思います。ここで要するにこことここが分断されるとね、黒も2つ助けなきゃいけなくなっちゃうので忙しくはなるんですけども、逆にこういった手がうまくいけば、両方とも助かってしまえば石がその分働いてるっていう見方もあるので、そういうふうにして頑張りたいっていう意味なんですね。あとは多分もう一つの意図としては、少しでも局面を難しくしたいっていうような意味もありますね。この切りを見て今そう思いました。はい、まあ、とにかく戦いに引きずり込んでですね、そこからパワーで押していってしまおうっていう意味ですね。とりあえずこういう切られた時の対応策としては、こうとにかく一方伸びよってよく言いますけど、とにかく伸びることですね。変に当たりは絶対に打たない方がいいことが多いです。こういうとこしっかりつながっていきます。でね、もうシンプルにするのがいいんですね。局面をできるだけ、むしろこの1個だけ助ければいいような状態に持っていけばいいですね。これも、これはまあ当てぐらいですかね。で、ここのあたりにはつないでおいてっていう感じですね。まあ一応これはでも意外とその戦いになるかと思ったのですが、穏やかな別れになりました。お相手の方はこの1個を捨て石にして、ここの形を整えたということですね。で、ここに打たれたので、まあ、何かをね上辺受けとけば自然ですね。なんか挟みたい衝動に駆られてるんですけど、まあでも受けぐらいの相場かなって気がします。まあ二間開きですかね。あ、三間開きで来られました。三間開きで来られたので打ち込みたくなりますね。もし二間開きだったら、まあしっかりした形なので白も手抜いて何か右辺ね打っていこうかなと思ってたんですけど、まあ、まあわざと入ってこいっておっしゃってる可能性も高いんですけど、これはでもなんか入りたくなってしまいますね、ついつい。っていうのは、まあこの白も強いし、まあ、ここも一応強い形なので、まあ、ここの戦いになれば一応白としては戦えるぞっていうことをね主張していきたいですが、まあ、この下、はい、付けはねこうよくある手筋で、こう連絡する手筋ですね。こことここをしっかりとつながっていきたいなっていうことですね。まあ、これも上げて打っといて、なんかね今日は地を取る子は打たないなんて言ってましたけど、思いっきりこうねこうちょっとこう地を取るような展開に結局なってきてますね、白は。ただまあ一応ここでねこのように戦っておいて、まあ、地を取って、まあ、でもなおかつこの黒の眼形も少し狙ってるような意味はあります。まあ、この切りだったりとかね、覗きとかが効いて防止できたりすると、まあ、ちょっとここ攻めれるよっていうことで少しね主張していますが、まあ、これ形整えた攻守、なおかつこの跳ね出し見ています。はい、まあ、これは受けないとしょうがないかなという気がするので受けておきましょう。まあ、でもこれで結構形整ったので、まあ、手を抜いて、そうですね、大場に先行される、なんかちょっと裁かれたかもしれませんね、うまく。ここはそんな気がします。さあここでどう持っていくかですね。まあ、なんか入っていきたいような感じがしますね。まあ、桂馬ぐらいに入っていきましょうかね。おそらくこそ見つけで打たれると思いますよ。多分何か黒としてはこの後の入ってきた白を攻めて主導権を握りたいなというようなことを考えられる可能性が高いですね。まあ、そうかといって、まあ、白としても一応ここも強いしここも強いしここも強いので弱い石がないということで、まあ何て言うんでしょうね、思い切って戦っていきたいような場面かなと思います。まあ、様子を聞いた手ですね。聞かないっていう選択肢もあるような気がしてきたんですけど、ちょっと分かんないので聞きましょうかね。いや、なんか今手抜きも全然ありだったかもしれないんですけど、まあ、とりあえずまあでもまあ、まあ部分的に厚いし大きいので、はい、受けときました。まあ、爪にはまあ、とりあえずこの2個取られるのはすごく嫌なので、何か逃げていきたい場面ですね。まあまあ一間か二間なんですけど、二間にしておきますか。ちょっと軽く、いやでも分かんない、一間の方が正しかったかもしれませんね。ちょっとこの辺くすぐられた時に対応が悩ましい意味はあるので、ただまあしかし一見じゃなく二見に打ったのは、少しでも外に軽やかに脱出したいっていう意味ですね。
はい、というわけでそうですね、まあ、白としてはこのまま継続してなんか逃げていくようなのもあるし、ここなんか隙間あるじゃないですか、ここちょっと割っていくっていうのも考えてみたい打ち方かなと思います。まあ、だからこの辺に打ってこことここのラインを分断して、まあこう逃げてこられる。ただまあ忙しくなりますけどね、両方助けなきゃいけなくなるから、まあここで私も一緒に何か飛んどいてっていう打ち方ですね。まあ、とりあえずただまあここが強いっていうのをね、すごく私としてはまあその武器にしようとしているんですけども、それでも堂々とこのように打たれて、なんか厳しいですね、厳しいですね。どうしたら、まあ、何かでも脱出したいですよね。これこのまま取られたのでは、せっかくね入っていったのに残念ですから。桂馬とかかな、ちょっとこういう桂馬って少しね味が薄い、まあ、付け越しだったりね、この辺覗かれたりとか気持ち悪い手なのでちょっと気がさしたんですけども、付けこの手でね仮にここにつけても跳ねられちゃって、ちょうどこれがいいところにいるのでね、伸びていってもぶつかっちゃうってことで、これがまあでも嫌だったんですよね。急所なんです。でも抑えたいな、これここつながられたらせっかくねなんかここ打っていったのに残念なので、とりあえず気合で抑えました。全部取るというふうにお相手の方は言っていますね。全部取るぞという気迫を感じます。あ、これはでもなんとかなんとかさばかないと、これもし全部丸ごと取られるようなことがあってははっきりと形勢が悪いですね。逆に言えばさばいてしまえばリードできる可能性があるとこなんですけど、かなり本気で多分取りに来られると思うのでしのぎ勝負になるんですけど、結構やばそう。え、どうするんだろう、かけ継ぎ。いやー、死んだかもしれません。まあ、最悪ですね。まあ捨ててなんとかどっかで元を取ってみたいな打ち方もちょっと今考えてはいたんですけど、ここでも今つけてこられたので、ちょっとこれどうするんでしょうね。ゆゆしき事態ですね。なんかこれこうを狙ってこうを狙うし、あとここも見てるよみたいな感じでちょっとこう少し圧をかけつつなんとか脈を求めているところですね。まあここの瞬間にここに切っていってこう争いで打とうとしています。結構ここねこうボンって取った形もすごい形になるので、まあ、お相手の方のちょっとやそっとの功罪では私ももう解消しちゃうぞっていうぐらいの今気持ちではいますね。まあ、これ割り込みとかで功罪決めていく感じですかね。まあ、これだったらまあ仮につながれてもここ出ていけば、まあ、一応この白がね、死ぬことはなさそうだからこれで持ってて、ここでお相手の方がどう功罪を立てられるのかなっていうのが少しね、だからもう例えばですよ、このような羽とかこういう功罪だともう効かないですね。あとここら辺の動き、あ、でも効かないけど打たれましたね。いや効いてらんないなって思ってはいるんですけど、いや効いてられないですね。いやしかし大きいな、でも大きいぞ。聞くか、聞くことにした。なんかやっぱり大きく見えてきました。聞かないつもりだったけど、いやでもここで聞いちゃった。まだつなぎは聞くでしょう。でもね、つなぎに対して次切ればそれなりに大きいので、これは聞いてくれると判断しています。まあ、ここでつないでくれて、ここで多少功罪が頑張ることができればっていう思いですね。ただお相手の方にはまあここに一個ありますからね、次のこれに取らなきゃいけない形ですね。そこで私は何を功罪にしたらいいんだろうっていうことなんですよ、問題は。はい、いやー一個一
校に泣くかな。まあ取るしかないですよね。聞かない、今抜いちゃう、抜いちゃうのもすごいんですけどね。いやでもこれも捨てがたい。いやね、子争いってこんな感じでね悩むんですよ。ここで功罪がないんですよね。ここで1、2、3、4、5、6、7、いやダメだな、こんなのしかないか。これは効かないですね。でもね、繋いで打たれちゃうけど、まあただあのここを取られたけど、まあ一応ここ分断したのも大きいぞってことを主張しとくしかないかなと思いました。で今ここに打ちました。2、3、4、5、6、7、そうですね、まあ、とりあえずですね意味もちょっとあって、この羽根継ぎとか黒が打ってくれれば一応こう連絡するような手もちょっと残るわけなんですね。かといって隅が取れれば、まあここ取られた損害分ぐらい元が取れそうな感じもするので、まあお相手の方としても悩ましいところではあるかもしれません。思ったほどは別に確かにこれ損してるわけじゃないかもしれないっていう気がちょっとしてきました。はい、まだ3-3だったりとか、あとここ跳ねていくような狙いもねちょっと残ってますからね。それはうまい手ですね。まあお相手の方としては要するにこうさっき言ったこの跳ね継ぎの手は打ちたくないんですね。でもここ連絡させる、されると面白くないから、ここ私も分断していきたいんですけど、これで下がろうってことなんですよ。で押さえたらここに打って生きてるんですけど、そうすることでここの連絡ができないようにしているという相手の方の工夫の一手でした。なので私としてはここで一発置きを打っときたい。で打たれたら、はい、対応できるんですけど、まあ上げが攻守ですね。まあ一応2目取れます、2目取れますが、まあ、ここ連絡できましたよっていうことですね。まあ、なおかつ白としては、まあ、この2目をちょっとプレッシャー次かけていくよっていうことを暗に主張したいので、まあ、運が受けられる可能性が高いんじゃないかなって気がするんですけど、どうでしょうね。まあ、一応この切ったことによって、この白が安泰になったって今、まあ安泰になってました。切りにはつないで、コスミツケにまあ受けて、まあ利かしがあるよってことですね。お相手の方の主張としては。はい、まあこれしょうがないですね。まあこれもしょうがない。まあお相手の方はここをね、この利き筋を利用して形を整えていかれてますね。まあまあ形を整えて先手を取りたいってことですね。これがものすごく大きいので、そうなんですよ。先打たれちゃいましたね。せっかく楽しみにしていたのに。そう、半三に私すごい打ちたかったので、なんか悔しい。あれに攻撃をしたい気分になっています。とりあえず攻撃しました。とりあえず攻撃したんですけれどもですね、これは一歩間違えると大変損な攻撃になります。ただまあね、ちょっと手抜かれてしまったっていうことでね、ちょっとね、白としても何か頑張りたいなっていう気持ちにちょっとさせられてしまいましたね。でね、これをなんかこう目を奪いつつですね、プレッシャーをかけたいんですね。でまあ黒にこう逃げていっていただいて、こう追いかけているうちに自然とこっちが痛むみたいな展開にできれば理想的だなと思っていますけども、これ何、伸びると跳ねて押さえて下がりで生きてるってことかな。だからこうやるのがいい。いやどうだったんでしょうね。だとしたらやっぱツケとかがいい手ですもんね。あ、まあ飛びもいい手ですね。まあ、とりあえずまだ、もさっき言った作戦通りこれは分断していきたい。とりあえず黒のこの押さえに対して、押さえられたらこの2個取られちゃうんですけど、跳ねつけばここは1眼しかない状態なんですよ。だからお相手の方は1眼しかないので逃げるしかないんですけど、私は今すごいことに気づいてしまった。これ目ないじゃないですかね、よく見たら目がないですよね。まあでも飛びたいから飛ぶけれども、これしかし封鎖されると死ぬ、もしかして死死さえあるのか。結構死に
死には大丈夫かな。3いや4、まあ、際どいけど生きてはいそう。8、あーでもそんなこと考えてるうちに時間がなくなっちゃった。とりあえずはいここに打ちました。で、まあ、とりあえずここの分断を少し割いているんですけれども、まあこれびっくりしましたね、まあ、これ生きてるように見えるんですけどね、こう2個取っても、まあ、放り込まれたら一応欠け目って形になるので油断すると危ない。でただしこの場合ここに当てる手があります。ここ抜きに石が来れば、まあ、一応今ここ白打てないんですけどね、当たりになっちゃうから。でもここ抜ければ一応ここ差し込む手があるので大丈夫だってことに気がついたんですけど、ちょっとね焦ってパニックになりましたね。はい、まあとりあえずちょっと追いかけていきたいと思うんですけども、その覗きは大変な攻守。いやだから先に覗きたかったですね、仕方ないですが。まあ飛びですかね、飛んで何か逃げてこられるのが自然なんですけど、結構黒字ありますよね。4、5、6、7、8、結構黒字もあるんですけど、まあ、白字もまあそこそこあるので、一応これで、まあ、打ってみたいなっていう感じはしますね。とりあえずそうですね、覗いて形を整えつつ、まあね両方とも攻めるようなね展開を狙おうとしたんですけど、両方ともさばかれちゃいましたね、うまく。なんかこの辺ちょっと打ってみたいところですね。まあまあちょっとあのこの1個を助けるのと、助けられれば、まあ、一応ここの助けるのもちょっと狙えるので、まあ、少しそういったのを見た手ですね。だからはい、お相手の方もぶつかりで今対応されました。まあ一発当てて、まあつなぐ保証はないですね。まあでもつなぎになりましたね。つなぎになって、まあ一応ちょっと効かしたかなっていう感じですね。さあここでどうするかですね、次の手が。この曲げがなかなか手厚い攻守な気がするんですけども、ちょっと味気ないような感じもしたんですね。例えば覗いてつないでこのようにかけるような手の方がはるかに厳しいので、そういう手の方が良かったかなとちょっと思いつつの曲げなんですけど、ちょっとね白としてはこの辺り少しね隙があるのを狙ってる感じはあるんですね。3、4、5、6、7、感じはあるんですねとか言って、いやこの白大丈夫だよなとかいろいろ気にしながらちょっと今打ってる状態ではあるんですけど、一応まあ覗いて出てきたらこのように出てねと思ってたんですけど、損だったかな。まあ今度出てこられたらまあ切りで打とうと思ってるんですけど、一応跳ねてコウにする手があるので、それで来られますかね。次こうやってコウにされる可能性もありますね。ああされなかったですね。まあじゃあここ捨ててここ突破できたからいいよっていう意味ですね。そうですね、まあこれははい、あの形を整えにいった手ですね。何かね私としても攻撃をしたいような気分なんですけど、ちょっとここ分断するような手を狙いたいなって思ってます。とりあえず切って様子を聞きましょうか。切りにもしつないでこられたら伸びて目を根こそぎ奪うような狙いがちょっと残るんですね。ここまで打って例えば跳ね出していって、ここの分断をして、まあ切られたらこう争いになるんですけど、伸びてつないで、まあ、だからちょっと危ないってことでこっち出られたんですが、しかし一応そうするとこっちがね少し切れてくるような意味合いがあるので、あの結構ね忙しい展開に黒もなってくるところはあります。これ部分的に白にここ伸びられるとつないでこうやられて目がなくなっちゃう。かといってこのラインが切れちゃうと、切れちゃうとね、あの 忙しいというか、でもこれどっちなんでしょうね、こっちつなぎ、え7、8、押し、あーと分かんないんですけど、まあまあ切りにつなごうと思ってるんですけど、
この白一段の眼形が狙われるようなこともありえますかね。とりあえずまあ出ましょうかね。まあ、出ることによって次今度ここに伸びてつないでこうやる手が白から残るので、お相手の方は何かここか対応しなきゃいけないんですけど、うん、躊躇した理由はまあこの一発切りが入っちゃうのが少し嫌だなと思って一瞬この手で私は悩んでたんですけどね。まあ、切りにはただしつないで打っていて、まあしかしちょっとやっぱりこの状態で黒は両方ともまあ助かるかもしれないのですが、まあ、例えばこのように打ってもつないどいて、まあ、ここ脱出できない形なので、まあ、こうやればつながるんですけど、まあ、つながってるようではそうですね、ちょっとそのまあこの黒の眼形も心配だし、ちょっとここのラインもねちょっと薄気味悪いというか、まあちょっときなんか気持ちが悪いっていうことですね。まあ切れちゃう可能性がまあまああるよっていうことでね、ちょっといろいろとちょっと味が悪くて戦えないっていうような意味もあったかもしれません。まあ最後結果は時間切れということで、まあなんとか勝つことができました。まあでも非常にね好争いの難解な碁で面白い碁になったかと思います。どうもありがとうございました。